をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。私たち、せーの、スーパーターンストロングエナジーポジティブエキサイティングソウルフロム名古屋チームシャーチーのハルです。ほのかです。みずきです。なおです。明けおめです。明けおめ。2022年になりました。明けました。明けましたね。2021年もいろんなことさせていただいて、パシフィコもね、無事専門しまして、2022年になったんですけども、今年はどうする？私たち。どうする？トラタイガー。今年は10周年ですよ。そうなんです。チーム社長を合わせて、その時代合わせて10周年なので、ちょっと特別なことしたいですよね。夏もありますから。ね。いろいろ、ね、バーサリーなんですよ。巻き起こしたいね。いろんなこと。巻き起こしよね。いろんなこと巻き起こしたい。じゃあ今年の文字は巻き起こすで。はいはい、巻き起こします。巻き起こす。じゃあ2022年もシャチのことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、シャチでした。バイバイ。スターダストウェブをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。君のハートにロックオン。私たち超ときめき青年部です。はい、超ときめきブルーのアカナミンこと千野アカナミです。はい、超ときめきパープルのジュリことアンジュリアです。はい、超ときめきレッドのひとちゃんこと坂井ひとかです。はい、超ときめきピンクのおはること小泉はるかです。はい、超ときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。はい、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。イエーイ。ということでね、昨年は皆さんたくさん応援していただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、今年は2022年ということで虎年なのでね、私たちも虎のようにいろいろ頑張っていきたいと思います。今年もライブたくさんありますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、こちらをね、見てくださっている千年部員の皆さん、私たちも今年2022年、2021年の勢いに負けないくらいのうわーっとたどりついていこうと思うので、皆さん置いてかれないようにちゃんとついてきてくださいね。くださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは君のハートにロックオン。以上、私たち超ときめき青年部でした。バイバーイ。バイバーイ。新年明けましておめでとうございます。私たちバテンションジョイドーン。はい、2021年は、リルアちゃんとミエちゃんがバテンション女隊に入ってきてくれて、新たな一歩を踏み出した1年だったので、2022年はさらにね、バテンション女隊のことを皆さんに知っていただけたら嬉しいなと思います。なので、この活動もね、これからどん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 もっともっと大きくなって頑張っていきたいなと思っています。はい、九州にたくさんの方が来てもらえるように頑張ります、頑張ります。ぜひ一度私たちバテンション女隊のライブにも遊びに来てくださると嬉しいです。以上、バテンション女隊でした。ご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。私たち、うんかです。かせむです。せざまです。それほしりじゅです。ゆかねさまです。ゆきひなです。あいるりです。お願いします。去年はたくさんの応援をありがとうございました。ありがとうございました。今年のうっかの抱負、目標を決定しましたので発表したいと思います。はい、せーの、メジャーデビューということで、今年はメジャーデビューに向けて6人で選択して頑張っていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。それでは以上、うっかでした。皆さんこんにちは、クラーボブです。2022年の意気込みを一人ずつ言っていきたいと思います。はい、藤田愛理です。私は会えなかった人にも会える1年にしたいです。はい、そう。はい、田中紗穂です。今年は皆さんともっともっと楽しい一年を過ごしたいです。はい、はい、りなです。今年は時間を有意義に使って多趣味になれるように頑張りたいと思います。はい、イブ。はい、2022年はもっともっとたくさんの方を笑顔にしたいです。はい、ゆずきみやです。私は2022年は周りにいる人をみんなを幸せにできるような一年にしたいなと思います。イ
2022年1月4日発売の Oh My Darling、 皆さんぜひ聴いてください。2022年もクラウンポップと一緒に楽しい1年にしましょう。それでは以上、クラウンポップでした。スターダストウェブをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。私たちアメフラッシュです。イエーイ。自己紹介していきますかね。はい、じゃあ一番前にいる方どうぞ。はい、市川ゆずきです。はい、小島花です。ここにいるの。はい、鈴木萌香です。はい、あいらです。よろしくお願いします。やっぱさ、新年だから目立っていこうかなと思って。そうだよね、前行った方がいいよね。そうそうそう、私は 目だけをアピールしていくって感じでいいですか。あ、そうだね、結構漏れてたかもしれない。漏れてた、結構バチバチに漏れてた。あ、うん、それはどういう意味かな。いい意味。いい意味。目が可愛いね。新年からそういうのやめてもらっていいかな。いや、どんでも可愛いよっつって。あ、よかった、ありがとう。そんなことさておきね、昨年は皆さん応援していただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやでもね、2021年はやっぱコロナとかがあって、はい、そうですね、大変な年ではあったんですけど、はい、なんて言ってもね、私たち初 CD シングル、あの初全国流通シングルをね、デビュー、初デビューしてないデビューしてなかった、デビューしてなかった。気持ち悪い。あの持って言うのだけはやめてもらっていいですか。そこら辺はあの盛らないで。そうですね、あの可愛い、私たちめっちゃ可愛いんですよとか思っていいんですけど、ちょっとデビューはしてないんですけども、うん、CD をね発売したんですよ、初めてね。そうですね、全国流通すごい年でしたね。しかもあれですよね、透明版もね、私、うん、ツアーとかも初めてやらせていただいたり、ね、そうだよね、なんかでかいことのさ、イベントの初がすごい多かった年だったよね、うんうんうん、後半がね、すごい凄まじい。そうだね、リリーベとかもたくさんやらせていただいて、ね、本当に楽しかったですね、うん、いやでもなんかさ、ファンの方からもさ、2021年でアメフラシ結構変わったっていうの聞くじゃん、よく、うん、そうですね、ちょっと自分で言っちゃうのもなんだけど、うん、結構ね、変わった年ではありますよね。変わりました、私たち、まあ、衣装を見てもね、結構わかるんじゃないかなとはね、うん、この方の髪色とかもね、見たらわかると思います、ね、そっか、去年か、そう、去年黒だった。背景と同化しちゃってるけど。本当だ、じゃないよ。本当だ。そこはオーラで補ってよ。浮いてる、浮いてる。やっぱ前にいないとダメなんじゃない。あ、私が言われてたんだ。みんなのこと言ってるのかと思ったら、ね、結構私の悪口だったんだ今。すっごいポジティブで、みんなもっと前に出ないよとか言ってたわ。私だった。そうです、ね、はい、そうです、ごめんなさい。はい、まあ、というわけで2021年ね、そんな私たちアメフラシだったんですけど、はい、2022年の目標いっちゃいます。おー、いいですね。だって虎年ですから。そう、アメトラですから、私たちアメフラッシュは。どういうことですか、それは。私たちのグループはもともとアメフラッシュというものから来ているんですけど、台本か、台本か、アメフラッシュは台本か、続きが出たぞ。漢字で書くとアメ、レイン、アメ、うん、タイガー、トラで、アメトラなんですよ、うん、だから、はい、今年はトラの字なので。なるほど。あの、ごめんごめん、台本ならちゃんとやってくんない。来てるなって、来てるなと。なるほど、私たち来ちゃってる、ね、笑いながら言ってたらさ、信憑性なさすぎる。台本は台本の日にしっかり、うん、すいません、まあ、しかも本当に台本だったの。はい、はい、鈴木さんだけ台本あるから、ま、だからね、昨年は走り続けても今年は虎年ということで、もう雨減らし来る年ですからね。そうですね、はい、じゃあみんなで目標せーのでいきますか。せーの、武道館。まあ、そう、武道館に立つっていうのもあるし、まあ、その武道館に立つためにもね、とにかく私たちのことを知っていただく年にね、うん、そうだね、していきたいなって、ね、なんか私たちのパフォーマンスもちょっと自分たちで言うのもあれなんですけど、一回見たら絶対ハマっていただけると思うので、いや、胸を張ってよ。だからね、一回でもいいから、いいから見つかってほしいです。そう、そうだね、一回でいいから皆さん見てください、私たちの立つライブにね、来てほしいです。だからあの、はい、私たちの今年の目標は武道館だけど、はい、あの皆さんの今年の目標はあの、私たちのライブを見に行くにしてください。そう、強制です。割と多いんだよね、行ってみたいけど、そう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 みたいな。だから目標は何個作っても構いませんから。なるほど、ね、これはね、ぜひ一つに入れていただきたい、うん、2022年も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。しいします。ということで、以上、私たちアメフラッシュでした。バイバイ、バイバイ、ガオバッフー。スターダストウェブをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。うちらミジュルとスターダスト、いなりとつかのちゃん、よろしくお願いします。立花かれん
安森若です。吉瀬真嗣です。桜井ひなのです。藤谷美優です。立川彩です。葉月恵奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、昨年もたくさんの応援を本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで、新年明けましたが、はい、皆さん、今年はどんな年1年にしましょうかね。健康第一。本当に。ああ、そうそう。大事。大事だね。うん、みんなね、うん。いろんなところに来年、今年も行けるように、うん、そうだね。みんなに会いに行こう、みんなに。会いに行くぜ。私たちが行きましょう。ね、そうだね。行くぞ。1年にできたらいいなと思っています。これからもね、東北さん、東北から笑顔を発信できるように頑張っていきますので、皆さん、東北さんのこと、たくさん見ててくれたら嬉しいです。では、以上、うちらみどりのスタイリスト、いなり東北さんでございました。ありがとうございました。バイバーイ。